の朝。木々の道の駅ですけど、大雨ですね、今日は。何でしょうか、途方に暮れてます。向こうに見える大きなタンクがいくつもありますけど、あれは、原油の備蓄で、備蓄基地で世界一大きいというのが案内がありました。日本の、使用量の1週間分らしいです。こんなこといいんだけど、どうしようかな。悩んでます。ここは指宿道の駅ですね。に来ました。あいにくの雨で、今日は一日ここで過ごすことになるかもしれませんね。もう食堂は11時半の営業でまだやってません。テレビは映りますけど、インターネットはできません。セントバンクがトランク OK？ ちょっと出てみよう。金鉱湾の出口なんでしょうね。あちらが多分指宿温泉か。この雲でちょっと今小降りがほんでもないな、結構けど、まあ今日は何日目だ、7日目か。7日目で雨はしゃあないですね。うわー、もう外は嵐になってます。これは移動できませんね。もうここで一日過ごすというのが決定です。おお、この水も一気に溢れちゃった。水が我で行くところが見当たりませんから、昼からこの心の湯スーパー銭湯です。もうだけど明るくなって、雨も上がってきちゃったんですね。今からここで昼食ですね。はい、スーパー銭湯の食堂です。黒豚に続く第3の黒豚で、鶏、その鶏の親子丼ですね。これはまさに今日は昼間からお風呂に入って贅沢をしています。しかしこれ安いよ、650円。はい、大荒れの嵐も収まりまして、巡りの開始ですね。今もう2時半です。ここはチリンガ島、今干潮でご覧のように海へ歩いて渡れます。すごいところですね。で、ここはここの潮風が、香り風景百選に選ばれています。向こうがなんとかだけ、魚だけとか書いてあって言いましたけど、で、向こうが指宿の温泉街ですね。で、これが近海湾。もうきっと向こうは、大隅半島なんだろうな。暑いです。なんか晴れたら急に
もう蒸し暑い感じですね。もう春通り越して夏ですね。渋すぎのだけど温泉街がようわからんですね。ここは駅ですけど。砂蒸し温泉周辺現在地、あ、ここか。いいですね、駅前ですね。名誉百選の臼杵温泉です。はい、温泉がありました。これは無料で入っていいの、暑いのよ。暑いのよ。暗いじゃないか、足湯が立たない。はい、足湯です。気持ちいい。暑い、暑いね。何なんでしょうね、玉手箱。運行1周年遊具場か。指宿といえばここですね。砂蒸し、その入場は900円だしですね。みんなこの浜で砂の中に浸かってんのかな。うん、あ、これか、うん、これはお金あるかちょっと入れる。うん、これが有名な砂。ここの海岸は環境になると波打ちが15度の温泉が湧き出ます。その砂かけられてあれだな、うん、上がってます。どこに湯気が上がってる。波打ち際から85度の温泉だと思います。なんで砂が高いんだ。臼杵温泉街から先ほどの魚見岳と、あちらが千輪ヶ島、千輪ヶ島、干潮で歩いて渡れる島です。はい、臼杵でした。西大山観光客が来るよ。駐車場もちゃんと用意されてますね。よいしょ。うん。しまった、東根室駅も見とけるか。なんそれ。斉藤だ。斉藤。最北端みたいな。これか、JR。ここ。最西端。これか。うん。あかんな、買い物だけが曇っちゃったな。これ晴れたらものすごく綺麗に見えるもんね。すごいですね、まっすぐの線路。観光客が多いとこも面白いですね。観光客が集まりましたね。タクシーで来てますよ。すごいですね。何を見るのか分からんけど。あの二人新婚旅行かなと思ったら車内の引き継ぎらしいです。南国ムードいっぱいですね。長崎花というところです。この駐車場は無料です。2条件やっとくそうです。あ、でも入園するのには金が出るじゃん。駐車場はただ。長崎花も入園するのは
人間線と海見れんのか、ちょっと観光地になってますね。土産物屋があります。灯台まで300m、6分とありますね。傑作ですね、これ。竜宮神社改築中だけど、竜宮城ですね。本殿はあんな古かったんだ。工事中の本殿にお願いしても御利益ないな。あそこにちょっと映ってます。何が映っとる、竜宮神社と長崎だ。古事記日本職人も出てくるのか。買い物だけの絶好のポイントだけどダメだな、こりゃ。もうちょっと待たんとダメ。今さらかな、さっきかな。先ほど竜宮神社だったから浦島太郎ですね。なかなかいい顔してるじゃないか。カメさんはびっくりしょ。カメもりりしい。ですね。この灯台は50世に入ってないんだよな、確か。今竜宮伝説の地、薩摩長崎まで、あ、長崎っていう岬か、これ、うん、長崎マナ、うん、いいか。この向こうに尖った島が見えます。錦屋さん、本当大きな土産物屋さんですね。彼岸花、白は陽子さんにもらった公園の時に、立派な蘇鉄が、これは自生と書いてあったから、人が植えたんじゃなくて自然に生えたやつです。蘇鉄のこんな実があるじゃん、こんな、開門山麓自然公園の、展望台ですけど、ここに展望台って書いてありますね。
展望できるのはあちらの長崎花方面ですね。先ほど行ってきた小さく灯台も見えますね、あ、ほんで向こうがあれだ、あの海岳だけだ、平川のとんがった山、立つもなかったよな、上から見る海も綺麗ですよ。で、開門岳はこちら完全に雲の中です。ここが、有料道路だけど係員がいないから勝手に走ってきてます。トカラ馬って名前がついてますね。おい馬太郎普通の馬よりか小さいのかな、なんかトカラ馬なんかくれると思って寄ってきましたね。ほら顔出すな、みんな寄ってくるじゃない。ほら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 、あいつだけ一匹だけ、なんだあれ子供か、あ子供、もう子供あいつだけ白いもんな、よしやってかんでいいってお前だね。はい、トカラ馬でした。薩摩の一宮も、来ました。伊良木神社、これは神社百選入ってます。何だっけ。伊勢神宮、どこにも伊勢神宮が出てくるな、はい、ここが池田湖ですね。なんか旅の駅っていうのは道の駅じゃなくて、この大うなぎが有名と書いてありますね。すっげえ大きなうなぎが見学入り口無料、こっちかで、この池田湖は謎の生物謎の生物、いや、石ですか。店の中に大うなぎがいるみたいですね。あ、大きな大きな道の駅より大きいじゃないか。これが大うなぎ、うん、どこに、ちょっと見にくいけど、ここに顔がある。長いんだろうな、見にくいなこれ、うん、あ、これはちょっとね、あ、何匹もおるのか、え、うわ、こいつ太い、うわー、電球なんじゃないのこれ。はい、大うなぎと一匹がいる池田湖です。静かな湖です。最大のカルデラ湖、え、カルデラ湖、うん、最大、阿寒湖じゃねえわ、阿蘇って湖なかったっけ、阿蘇はないか、どうしようかな、今日の宿はここにするかな。だって明日開門岳を見たんでしょう。ああ、開門岳を見たいですね。開門岳もう、あの旅の駅売店は閉まっちゃいますね。この花は何なんだろうな、え、いや、
夜だからみんなしぼんじゃってるの。うん、ほんと開いたら可愛い、うん、開いたのが綺麗じゃないですか。なんか覗き込まれたの。え、ピント合わせるやつ。え、ピント合わせなくていいの。ピントは一応こう出るズームはできるんですか。はいはい、わかった。ピントもいい顔できるよ。はい、行きますよ。はい、キス、ポチャちゃん。指宿の道の駅です。朝は、嵐だったですけど、いい天気になりました。午後からはあちこち巡り行くことができましたね。これが待ち遠しいですが、美味しそうですね。先ほど指宿のスーパーで買い込みました。安かったんですよね。刺身が300円。いや、この海鮮丼も300円。一番のお客様3番だからでしょ。楽しみだ。はい、これでフルコースです。焼き鳥が出てきました。切ってないの。うん、切ってない。切ってない。うん、切ってみる。柔らかい。うん、柔らかい。